1917年以前の勝浦岳は、沖縄本島北部の本部半島に位置する標高452メートルの山。古来より沖縄の名山として知られ、大正時代まで沖縄本島最高峰と思われていた。山頂は円錐状をなすカルスト地形で、頂上まで登山道が設定されている。八重岳と安名岳とともに、沖縄県の自然保護区域に指定されている。沖縄本島北部に位置する本部半島の南、沖縄県名護市の北西部にそびえる山である。北西には八重岳、西南西には安名岳があり、一帯は本部半島のほぼ中央部の山塊を形成している。山頂は名護市の大字、勝山に属し、庄司は安名岳とともに、下社上古山に含まれ、国頭郡本部町との境界付近にある。標高は452メートルで、沖縄県内で第6位、沖縄本島内で第3位の高さで、名護市における最高峰でもある。琉球王国時代から1916年の陸地測量部による測量が行われるまでは、勝浦岳が沖縄本島の最高峰と考えられていた。大正期に計測した標高は451メートルであったが、日本復帰後の地図には標高の値は記載されていない。山体は標高200メートル付近の丘陵部から標高約400メートルにかけて急な斜面となり、緩やかで狭い平坦な地形の上にピラミッド状の山頂部をなす。山頂は熱帯カルストといわれる円錐カルストに近い形状をしている。古生代ペルム紀の石灰岩を基盤とし、年番岩やチャートを有する中生代の本部層で構成され、品位は片岩、軽岩系の岩脈が入り組む。勝浦家の登録から発する西藪川は、藪川の川口部と合流し、名護湾へ流出する。勝浦家と安名岳付近の石灰岩地帯を流れる穴久保川と安名与那川の中上流部においては、地下に伏流水として流れるが、大雨の際は一時的に地面に漂流する。勝浦家とその周辺は、石灰岩を基盤とし、非石灰岩系の地質も持つため、各々に異なる植物が自生していることから、一帯は沖縄県指定天然記念物として、勝浦家安名岳八重岳自然保護区が指定された。1972年3月14日に、勝浦家植物群層として、琉球政府指定天然記念物に指定されていたが、翌年の1973年3月19日に、東名省に変更されている。また、沖縄県は1989年3月3日に、名護市において自然環境保全地域を設定し、勝浦岳、安名岳、八重岳自然環境保全地域として、面積 156.16 ヘクタールが指定された。ヒナカンアオイやオナガサイシンなど分布上稀有な植物が自生するほか、石灰岩を基盤とする場所には、イスノキや武蔵藪美の群落、年番岩上では、イタジイが見受けられる。カラスバトやイボイモリ、コノハチョウなどの動物を含め、勝浦家周辺には101か197属229種の動物が確認されている。勝浦家は、古来より、景勝地であり、安名岳とともに沖縄の名山として知られていた。方言で、カチュウダキと言い、岩山を意味する説もある。おもろさ牛には、カツオタケ、またはカツオタケとあり、1873年の南東水路市に加蘇岳、1894年の日本水路市に加蘇岳とあり、また、ペリー艦隊日本遠征記に書載された地図には、勝浦家、安名岳、八重岳の一帯を、ナッチジェンマウンテンズと記している。中山電信録に勝浦家は、加蘇岳と記され、最も険しく、琉球の第一峰と言われるとある。勝浦家と関係するおもろは、重複を除けば4種あり、国のなってしのという神女が乗る船が、カツオタケとコバウタケを目印にして静かに進む様を歌っており、航海の安全を願うおもろである。また、勝栄岳と題した、西音の漢詩がある。北東の麓に位置する、本部町泉の小吉光原に、勝新宇と呼ばれる村が存在していたが、西音の施策により、1737年頃に本部半島の北部に移動したという。1910年の新聞に国頭旅行と題した記事があり、それには、まず行くべきところは、勝新宇岳とあり、さらに1917年の記事は、勝浦岳の連山を、琉球のアルプスと表現している。1935年、麓の約10万坪の土地に、沖縄県で初めてとなるゴルフ場を建設する計画があったが、実現しなかった。安名と山の葉から分離する前の勝山は、猫川と呼ばれ、猫が発見した泉を頼って、人々が当地に居住し始めたと言われる。1942年、太平洋戦争の最中であったことから、勝浦家の数を取り、また山間部に位置していたため、勝山として大字が独立した。勝浦家の丘陵地帯にシークワーサーが栽培されている。2003年、勝山のシークワーサー出荷組合が主体となって、果汁工場を設立した。標高270メートル付近に展望台と駐車場を有する登山口があり、そこからの登山が一般的に多くの登山客が利用するルートである。また小学校の臨海学校や修学旅行の一環としても利用されてきた。頂上は自然の展望台となっており、本部半島以外にも、慶良間諸島、久米島、粟国島や首里城跡も望むことができ、大晦日から初日の出を拝む登山者もいる。勝浦岳の南には、古巣岳と呼ばれる山がある。標高は391メートルで、麓の猫川は、勝山集落発祥の泉と伝えられる。かつて、古巣岳周辺で、ヤギの放牧が行われていた。勝浦岳と安名岳の谷間を登り、三角山へ向かう分岐点を過ぎて古巣岳山頂に登る。2004年、地元ガイドの勝山伝え隊による登山道が設定され、下山を含む古巣岳、勝浦岳コースの所要時間は5時間としている。ありがとうございます。